そのペンダントは。もっとよく見せておくれ。ボブ、間違いない。あの子が身につけていたものだよ。アドルはアイーダにボブのペンダントを渡した。ありがとう。わざわざ探してきてくれたのかい。今まですまなかったね。あんたくらいの若者を見るとボブのことを思い出してしまって、辛くて辛くてつい冷たく当たってしまったんだ。許しておくれ、許しておくれ。そうだ、あんたは冒険家だそうだね。せめてものお礼だよ。これを受け取ってくれないかい。それはね、私がまだ若かった頃、ジェノス島の人間からもらったものでね、どんな深い暗闇でも明るく照らしてくれる道具なんだ。それだけじゃない。その光は真実を浮かび上がらせるとも言われてるんだ。あんたならそれが役に立つ機会があるんじゃないかい。
この地を蹂躙せし、海より来たりし、存在の記憶、時が全てを消し去ろうと、後世の平穏を願いてここに残す。邪悪なる正気の渦、聖あるものを惑い狂わし、魔をこの世に生み起こす。暴虐なる力は破壊のみを語り、精霊の王たちをも従属せしめる。あまたの精霊は朽ち果て、フェルガナの大地は汚れおつ。人の業より生まれし忌まわしき存在、その名はガルバラ。我が名はジェノス。西方よりこの地に訪れた神々のしもべにして戦士なる。魔の力消し去ることをあたわず、我が剣と神具によりて沈黙せる。されど悪しき者の仕掛けにより、神具に眠る魔の力よみがえらんとする。剣士よ、我が意志を継ぎしそなたに力を託そう。神具の数は4つ。2つの神具はこの場所、1つの神具は灼熱の地、最後の神具は高き霊峰に。剣士よ、悪しき者の手に渡るその前、不意にあたりは静まり返り、不思議な声は聞こえなくなった。
はい。